バリアドリッド空港は、スペインカスティーリアイレオン州、バリアドリッド県、ビジャヌブラにある、軍用飛行条件民間空港。カスティーリアイレオン州の州都バリアドリッドの北西 10km に位置する。ビジャヌブラ空港やバリアドリッド空軍基地と呼ばれることも、ある。イベリア半島北部における、主要空港である。6時30分から22時30分まで、営業している。 1910年に建設が始まり、当初はバリアドリット飛行場と呼ばれていた。飛行場は市街地中心部にあるバリアドリット騎兵学校に隣接していた。飛行場はイベリア半島北部のほぼ中域に位置しており、バリアドリットを経由して半島南部や首都へ移動する際の中継拠点となっていった。早くも20世紀初めに軍部は バリアドリッド飛行場の重要性に着目していたが、それより当時から今日に至るまで、スペイン主要都市観光通の基盤として機能し続けるも、市街地に近かったため飛行場の規模は縮小した。縮小の翌年には移転された第二飛行場の落成式が挙行される。郊外に建設されたラルビア飛行場は、当初軍用に供された。これと、 平行資産石泥にもう一つの飛行場が1913年に開設され、他の一つの飛行場とともにパイロットの負担軽減に役立てられる。これにより旧滑走路の一部は市内の街路となっている。この二つの飛行場を源流に現在の空港が築かれている。1921年にバリアドリッド近郊の三つの現役飛行場は、 市街地の成長に伴い都市開発のために統合案が持ち上がり市議会は市街地から離れている新たな候補地を求めたその年の市議会は最適候補地の選定のために最初の調査を実施し土地明け渡しの必要な住民との交渉が始まる市議会の努力にもかかわらずその年は成果を上げることなく一部の地区は 新飛行場の実現に回帰的な態度をとる。対象住民は選定作業15年後の1936年まで歩み寄らず、ようやくバリアドリット基礎自治体は新飛行場のために70万平方メートルの敷地を提供した。しかし、対象住民は1938年まで対決したもののついに飛行場は完成した。敷地は概ね必要量を占有できたため、多くの部分は 現在の空港と一致している。1939年にスペイン内戦は終結し、フランシスコ・フランコの統治時代が始まり、第一航空旅団が配備される。戦後はこれらの動きがあったため、実質的に内戦が始まった1936年から民生利用は閉鎖されていた。1940年には第16連隊が飛行場に駐屯した。最終的には、 翌年に第33連隊が落ち着いた。一方、これにより飛行場は軍用に供されるようになる。内戦終結後、飛行場の民生利用復活まで長期間を要した。最後の民間利用から10年が経った1946年に民間解放について宣言される。しかし、実際に行動に移されるまで3年後の1949年、中頃まで待たされることになる。 その後、バリアドリッドレアル飛行クラブ落成式がなされ、飛行場施設に民生用として、敷地外に唯一カフェテリアが設けられた。1951年から1952年にかけて重量のある航空機の着陸に備えて、弾力性のある古典的な草地トラックの通行許可が降りた。この措置は、後の空港開設の可能性に道を開いた。しかし、 空港用都市用許可の撤回はバリアドリット飛行場に匹敵する類似都市の同様例の可能性を検じた。1972年にバリアドリット飛行場は民間空港としての機能が復活する。この改善の結果、現在の国内空港の大半が1972年から1973年にかけて民間開放されている。 この時に誘導路と駐機場及び外部施設とが整備される。また、第二次改良で最初のターミナルが建設され、9年後の1982年に到着エリアが拡張され、同年に第二計画により定期着陸装置が整備される。特にこの土地は当器には、農務のため着陸は困難であり ILS の整備は重要であった。 1990年に施設は新しくなり、滑走路は3000メートルまで拡張される。この改良後、再び空港は、能力向上のために2000年までに、新ターミナルの完成を待つ。2005年12月27日に5万2000平方メートル分の旅客機専用乗工場の拡張が開始される。バリアドリッド空港は、局地的には悪天候にまみれやすく、冬季には、 氷点下10度以下の冷や氷結が、冬季の8割近くに及んでいる。2006年夏に新貨物区が開設される。2007年3月19日に、ILS カテゴリー2、2の整備状況78%が終了するも、キャンセルされる。2000年の新ターミナル改築後、2002年及び2003年に、格安航空会社が参入し、ビリアヌブラ空港は、 カスティーリア・イレオン州における中核空港となる。バリアドリッド空港は、スペイン本土の主要都市のほか、バレアレス諸島やカナリア諸島の離島部のほか、ロンドン、パリ、デュッセルドルフなどヨーロッパの主要都市や、北、アフリカや、西アジア方面にも航路が伸びている。ありがとうございます。